ヒデさんの動画です、面白い商品が来たので慌てて撮影しております。こちらどうでしょうか。恵比寿さんのですね、飛びボックスレベルなんですけれども、ちょっとね、これ完全にこれちょっと僕たちね、ヒデヒサがちょっと好みそうなデザインじゃありません？かっこいい、面白いですね。さすがにここまでぶっ飛んだね、水平器を作った会社今までなかったんじゃないかな。恵比寿さんの、飛びボックスレベルで、こちらのですね、全体的にちょっと黄色っぽい方、これですね。はい、こちらモデル名がタイガーとなっております。タイガー。はい、でこっちはですね、ジョリー・ロジャーという見た目の水平器になってます。はい、デザインに目が行きがちなんですけれども、まあ、水平器ね、得意なメーカー、恵比寿様の製品ですので、ちゃんと商品の説明しないと怒られちゃいますね。こちらに、大型のフックが2箇所ついておりますので、まあ、カラビナなんかに簡単にカチャッと、引っ掛けられるデザインとなっております。もちろん引っ掛けた際、こっちは、まあ、落下防止の、ストラップなんかをつけていただければ、トビの方、安心してお使いいただけます。水平を測る、ここの水平器、気泡管の部分は、このネジで微調整が可能となっております。で、そこの部分、ここはですね、ちゃんと V カットがしてありますので、パイプ等の測定もできますし、3倍マグネットとかっていう、超強力なマグネットがついてますので、しっかりとバチッとくっつけることが可能ですね。こちらはもちろん蓄光なので、暗いところでも数分間はぼやっと光るような作りとなっております。はい、というわけで非常に面白い商品が来ましたけれども、恵比寿さんの飛びボックスレベルのこのかっちょいいやつ、オンラインストア並べました。いかがでしょうか。以上、ヒデヒサの動画でした。お付き合いありがとうございました。